弱者の戦略。どうも、篠原です。今回はですね、弱者の戦略という話をしたいと思います。はい、強者の戦略と弱者の戦略ということで、これから話すことはまあなんかね、不思議なんですけど、一見同じ道を歩んでるように見えて、めちゃくちゃ卓越した人間とそうでもない人間で全く方向性を違う戦い方をしないといけないっていうことがあるんですよ。これ何でもそうなんですけど、そしてこれが同じことが共通テストにも言えるんですね。つまり共通テストにおいても、強者の戦い方、強い人間の戦い方、できるやつの戦い方と、まあそんなにできるわけじゃないよっていう人間方の戦い方があるわけですよ。で、これをどうもね、混同してるというか、結構点取れるのに、なんか弱者の戦略を取ってるなって、もったいねえなってこともあるし、弱者のふけに強者の戦略取ってることもあるんですよ。で、これをですね、今回改めて一回整理しておきたい。で、こういうことですよと、こういう目標点だったら基本こういう戦い方ですよ、今こういう実力なんだったらこういうふうに望むのが一番得点最大化できるんじゃないかなと思うよっていうことを、まあ伝えたいと思います。まあこれのね、代表的な例が、英語後ろから解くか前から解くかなんですけど、これね、後ろから解くのは弱者の戦略です。つまり全部読み切る自信がないと。で、まあ結構ね、その全部読み切れないからこそ、後ろの方がちょっと配点高いですから、後ろから解いてやろうっていうのがね、まあ弱者の戦略としてあるんですが、これ結構9割とか狙う人間がやることじゃないんですよね。9割とか取りたいんであれば、前から順番に解いていって、読み切るだけの速読力を持った状態で受けると。で、さらにその中で、その英語の感覚っていうものが、だんだん長くなっていく、だんだん長文が難しくなっていく中で、こう、ああ、まあなんかこう、乗ってきたなーっていう感じで、一番ピークの時に一番長い長文が来るというか、まあ、大門録は一番長くないんですけど、まあ、その長い長文が来るっていう感じに来る方が、高得点が狙えるわけなんですよ。ただ、これは全部読み切るということができる。まあ、ある意味強い人間、やりきれるよっていう人間に、まあ、向けの戦い方になるわけですよね。で、弱者は確かに後ろからやりゃいいです。そっちの方が配点が高いからなんだけれども、前から解いた方が強者はいいというところになります。で、まあ二つ目なんですけど、数学の最後の問題を解かないっていう戦い方と、まあ解くっていう戦い方もあります。で、これはまあなんとなくわかると思うんですが、最後を捨てるのはやっぱり弱者の戦略ですね。弱いんだったら、数学が弱いんだったら、もう最後は捨てましょうというところですね。だから8割とかでいいんだったら、もう数学最後捨てりゃいいんですよ。逆にやっぱ解き切るというのは強者の戦略になってきて、この辺のところが一番よく出るのが、通算を若干知ってた方が有利っていう問題が、出てるので、共通テスト、通算を知ってる理系の人間だったらこれいけるけど、文系きつくねっていうのが結構出るんですよ。共通テストって結構出るというか、去年は出たんですよね。で、多分この傾向今後も続くんで、これって通算できる人間はできるけど、通算できない文系プライよね。だから文系プライんだったらもう最後は捨てましょうと。これは無理だって諦めましょうと。で、理系で結構ガンガン取れるよっていうんだったら、最後まで解き切りましょうっていうのが、まあ一応俺の提案ですね。で、もちろん理系でも、その最後まで全部が全部解かないといけないかはまた別の話です。つまり、これは結構大変やこと計算と。めんどくさいな。いけるかもしれないけどしんどいぞってなった時に、じゃあ次行こうっていう風にやるのも戦い方の一つですよね。まあ何が言いたいかというと、文系は弱者の戦略取りましょうということです。まあ俺自身も文系なんでわかるんですけど、でまあその後、まあ自分でこの仕事やってるから通算勉強したからわかるんですけど、これ文系無理やぞって思うんですよ。正直、このいろんな問題、共通テストの問題、過去問とか見て、いやーこれ厳しいなというふうに思うこともあるので、数学の場合も文系は弱者の戦略でいいですよ。で、その代わり国語で取ればいいじゃないですか。なので、まあそういう戦い方もありかなと思います。で、まあ理系はね、多分あれ解き切れるんで、まあ最後まで解いちゃってもいいかなと思いますね。で、これも強者の戦略と弱者の戦略が分かれるところです。選択問題何とかを決めておくか、その場で決めるかということで、俺はね、2B はもう決めといていいと思います。まあ確率統計できないんだったらもうベクトル数列やっときゃいいんですよ。なんですけど、1A の方で、弱者はですね、やっぱ選択問題決めといていいと思うんですよ。もう確率と図形を解きますと。どうせ確率はまあまあいつものパターンだし、図形に関してもまあ、
褒美どうせ使うわけでしょ、だからまあって分かってるんで、っていう風に決めてもいい、まああるいはその褒美とか苦手だと、そういう図形が苦手なんだだったら整数をやると決めておいてもいいんですが、まあこれが一応弱者の戦略ですね。その選択問題を決めておいて、まあ、もう 何が出てきてもその選択問題に関しては大丈夫だと。その代わり一切もう整数は触らないとか図形は触らないとか確率触らないって自分の中で決めておいてやると、ところがやっぱりね、そういう場合ってあれこれしんどくねっていうのが出た時にもう太刀打ちできなくなっちゃうんですよ。で強者なんだったらやっぱりこうパッと見て、ああこれはいけるなと、ああこれしんどいなということを分かった上で選ぶっていうのを一応お勧めしたいと思います。例えば去年の共通テストで言うと、まあ個人的にはですけど、大問の中での整数はちゃんと二次数学をやってればできるけど、ちゃんと二次数学やってないとあれは無理だと思うんですね。まあそれこそ1対1の数学とかに載ってるようなレベルの、問題かなと思うんですよ。なんで、1対1レベルの数学ができるんであればあれ解けると思う、整数問題解けると思うんですけど、そうじゃないんだったらちょっと無理かなと。で、あの図形に関してもですね、最後のところに関しては、方べきの逆を使って丁寧に計算しないと答えが出せない、まあなんとなくこうじゃねっていうのが外れるっていうような問題が出ました。なので、これって結構両方とも結構しんどめだってなった時に、まあ、確率はいけると思うんですけど、どうすんねんと、どっちが得やねんっていうのを、まあ、自分の相性だとかそういうもので判断して頑張るっていうのがやっぱり、自分ができると思うんだったらこっちを取ってほしいなとは思いますね。だから弱者の戦略では確かにですね、このやることを絞って、その絞ったところだけこう自分の刃を研いでいくっていうような戦い方がいいかなと思うんですが、自分は強者だと9割取ったんねんと、絶対高得点狙うんだっていうんだったら、やっぱその場で決めて解き切るぐらいの、力が欲しいよねっていうふうには思います。はい、だからね、この辺をもし混同してしまうとどうなるかというと、せっかく高得点取れるのに、そして取りたいにもかかわらず、なんか頭打ちっていうふうになりがちだし、逆に、弱者のくせに強者ぶって、変な勉強しちゃった結果、本当はもうちょっと楽に取れたのに、結果的に低い点に収まってしまうということがあり得るわけですよね。なので一応まあ俺の提案としては、自分が何を取りたいのか、どう取りたいのか、どういう戦い方でいくのかっていうことをまあ冷静に考えましょうと、冷静に考えてどういう戦い方ができるのか、速読力に自信があるんやったらやっぱり全部やるべきですよ。全部読んで、でそれで全部当てるべきです。基本的にはリーディングは、リスニングがしんどいので、なので、まあ、これはできるようにするべきですけど、数学がしんどいと俺は文系だって思うんであれば、やっぱりこのある程度弱者の戦略を取ってもいいかなと思います。その分国語社会で挽回するんですよ、文系は。で、理系だということで、まあ、数学自信日記はもうこっちやればいいんですよ。最後まで解くんだ、選択問題はその場で吟味して、吟味というかまあパパッと見て、あこれしんどい、これは楽、うん、こっちとこっちだったらこっちかなみたいなことをやればいいんです。っていう風に、まあ、自分のその、まあ、持ち味というか、そういうのが一番発揮できる戦略を取りましょうということですね。これね、どっちも声高に言う人がいるんで、一応今回改めて得点最大化のために、整理させていただきました。ぜひね、得点最大化目指してやっていきましょう。今回ではこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。